まあ、雨の中で、まあ、コンディション的には難しかったと思うんですけど、まあ、でもすごいグラウンドもいい状態のグラウンドだったんで、まあ、自分たちのサッカーでパス回してからの裏へ踏み出しとかっていうのは、まあ、多く出た試合かなと思います。そうですね、まあ、試合始まるまで戻ってきたっていう感じだったんですけど、まあ、終わった後はまあ、ここからっていう風な自分の中での心境だったんで、まあ、今シーズン初ゴールをこのグラウンドで取れたっていうのが自分の中でとっても大きかったと思います。まあ、今までその結果にこだわってやってきたんで、まあ、昨年レンタルで愛媛さんに1年お世話になって、まあ、その成果がやっと出せたかなと思います。まあ、のチームとして、まあ、既に2敗してしまったんで、まあ、ここからは一つもやっぱり落とさないですし、まあ、昇格のためにも、まあ、自分の力を少しでも貢献できるように頑張っていきたいと思います。